プライベートでは伊藤健太郎の教育係をしようと思ってます <laughs> 役者としてのセンスが素晴らしいこいつ病気なんじゃないかっていうぐらいこう <laughs> ままずは主演になります昼はサラリーマンの草食系男子で夜は暴力団総長の2つの顔を持つ近藤静也を演じられました伊藤健太郎さんです。 はい、近藤静江を演じました。伊藤健太郎です。あの、自分としてもすごくあの歓声が楽しみな作品というか、まだ僕もえ前編出来上がったものは全て見れてはいないんですけれども、すごく楽しみな作品ですので、皆さんにそれがお伝えできたらいいなと思っております。今日は短い時間ですけれども、どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 続きまして、静ずが思い寄せる同僚、秋の明美を演じられました加計美和子さんです。はい、秋の明美を演じさせていただきました加計美和子です、えー。個人的にもすごくあのいい経験をさせていただいたなという思いが強くって、本当に濃厚な撮影期間でした。あの完成したあの作品を皆さんに、えー、多くの人に。 見ていただけたら嬉しいなと思いますので今日はよろしくお願いしますありがとうございます続きまして本作の総合プロデュースを務め静谷を陰ながら支える井の首甲子郎を演じられました本宮康風さんです井の首甲子郎役の本宮康風ですよろしくお願いしますえっと劇中では静谷の教育係みたいなことをしておりますが えー、プライベートでは伊藤健太郎の教育係をしようと思ってます。<laughs> よろしくお願いします。どうもありがとうございます。本宮さんとも初の共演になるんですよね。はい、そうですね。はい。いかがでしたか。いやでもあの本当になんて言うんだろう。 こんなこと僕が言うのも失礼ですけど頼りがいがあるというかあの細かい部分だったりとかいろんな部分あの教えていただいたりだとか所作だったりとかそういう部分は本宮さんといえば、ね、日本統一の方でもございますので今回この令和版の静かなるドの伊藤健太郎さんとの共演はどんな思いでしたかまずその伊藤健太郎がどういう俳優なのかというところから始まったんですけど 役者としてのセンスが素晴らしかったのにまずびっくりしてそれをやっぱどう生かしていくのかっていうところがこの作品のテーマでもあったりしてそれがう,、まあ、うまいことあの映像の方にも出てると思うので僕もちょっと仕上がりを楽しみにしてるところです。 本、はいね、宮さんはもうねこのジャンルは慣れてらっしゃると思いますけれどもそう,そうですそうですねでもやっぱりこういう原作がしっかりしていてコメディータッチでっていう作品って意外と人気作品に少ないので貴重な作品なんですけどそこを本当に健太郎がこいつ病気なんじゃないかっていうぐらいこう振り幅 <laughs> をきっちりつけてやってくれたんであの。 うまく描けてると思います。